11月第2週、ドラえもんとのび太くんが出会うことは偶然じゃではなく必然だったという、そういうこと。かっこいい、偶然ではなく必然だった系かっこいいから私大好きやけど、もうそう思うとこなんかもうドラえもんの世界ややこしいよ。干渉したあかん騒動もそうやけどさ、どこまで干渉していいんかっていうのがちょっとドラえもんわからへんかな。とりあえず良かったと思うとこ、パパの思い出が潰れんで良かったと。あ、ジャイアンどうした、めっちゃ怒ってる。あー困ったな、誰に頼もうかな。これから野球の試合をやるんだけど、しずかちゃんに応援を頼んだんだよ。そしたらピアノのレッスンがあるからって断られちまった。ふん、これから試合があるんだ、頑張ってね。あ、いたいたいた。はい、のび太くん。あ、ドラえもん。やあ、のび太くん。ドラえもん、何か楽器できる？僕？タンバリンならできるけど、どうして？ジャイアンが野球を盛り上げる応援団が必要なんだって言うんだ。はあはあ、こんなのはどう？やまびこ山、ムード盛り上げ楽団、クローンリキッド悟空。これよくわかんないけど、これは多分頑張れ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 、負けるな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 ってなるだけなんで、これムード盛り上げ楽団。これあれみたい、ブリキのラビリンスで出てきた子たちにめっちゃ似てない？ドラえもんのび太のブリキのラビリンス。いろんな曲を演奏してムードを盛り上げてくれるんだ。貸してくれるの？ありがとう。野球頑張ってね。部屋でのび太くんの帰りを待ってようかな。オッケー。ドラえもん、のび太くんどうだった？最高だよ、音楽に乗せられて僕も大活躍したんだ。すごい、いつも三振なのに。ありがとう。もうずっと貸しといてあげるよ。うまくいってよかったね。音楽かけるだけでさ、ま、音楽ってだ、心のこう、ウキウキ、ヘイヘイヘイ、ヨーヨーっていう気持ち大事だと思うけどさ、音楽かけるだけでうまくいくって、もしかしてのび太くん野球できるんじゃね？いつも緊張してるからできひんのちゃう。11月第3週。思わん。なんか緊張ほぐしてあげたら、もしかして、のび太くんはいないし、ママの、あ、おやつもらう。どら焼きいっぱいやけどな。これどら焼き貯蔵できひんのかな？今多分もう1個でお腹いっぱいになると思うけど。スタート。待って、ちょっと待って、何この汚い庭、ちょっと。ねえ、ママ、庭の雑草どんだけ放置してたんこれ。どうしたらこうなるん？ああ、草むしりも大変だな。腰が痛いで。よいしょ。よいしょ。はあ、難しい。はい、割と綺麗なんだ。まあこれでもうお腹いっぱいだからね。このゲーム結構むずいな。てか蚊の草の量が半端ねえ。うん、どんだけ放置すればこんだけ雑草が生えるのってレベルの雑草生え具合。11月第4週。よし、探しに行こう。のび太くん、どこだい、のび太くん。いたー、のび太くん。一発で目つけた。何してるの？なんか木に寄り添ってる。木が恋人か？あ、ドラえもん。どうしたの、のび太くん。なんだか暗いよ。僕って、すごく運が悪いよね。え、どうだろう。どうしてそう思うの？さっきお財布落としたの。それは君が不注意だから。違うんだ、お財布は見つけてもらったんだ。なんだ、全然運なんか悪く。たまたま見つけたのがジャイアンで、1割よこせって。無理やりアイス買わされたの。たまたま落としたお金を見つけてくれたのがジャイアン。なるほど。確かにちょっと運が悪いかも。でもさ、そのままお財布なくすより全然よくね？いくら入ってたか知らんけどさ、本当に例えば500円入ってて、もうお財布ってか、お財布もさ、お金払わないと買えないわけじゃん。トータルして、まあ、3500円ぐらい、お財布と500円落としちゃったとして、
でジャイアンが見つけてくれてアイス買ってって言って、だってさ、せっかくさ、てか拾ってくれてありがとう、お詫びにアイスをおごるよって自分から行けよ、それぐらいじゃね。全然運悪くなくない？むしろ友達が見つけてくれてよかったと思うけどな。ドラえもん、なんとかならないって言われても。じゃあ災難予報器、手相セット、いいとこ選択肢ボード、これかな。災難予想器、災難予報器、予報だった。どんな災難が起こるかをあらかじめ教えてくれる道具だよ。すごい便利だけど、運自体は変わらないんだね。でも役に立つと思うよ。もういいや。まあ、運の話してた。じゃあ手相セットか。じゃあ今、いいじゃん、災難、こんな災難が起こるよってこと分かったら事前に防げる。もうなんじゃ、もう分からん。のび太くん、たまにめっちゃむずい。運か、手相ダメじゃないか。なんだよいきなり。冬休みの日記ちっとも進んでない。もう忘れちゃったよ、何日も前のことなんて。仕方ないな、もうこいつをやるよ。いつでも日記、模範手紙ペン、空気クレヨン、絶対これ。いつでも日記。なあなあなあ、ノートの真ん中にさ、日記ってすっごいなんか硬い字で日記って書いてある。こんな無地の日記帳壊ない、逆に。忘れたことなんて書けるわけがないよ。いいからやるの。お、手が一人でに動くよ。すごい、こんな細かいことまで。それなら楽につけられるだろ。何日分だって平気だよ。わーい、今日の分までつけちゃった。今日の分まだ昼過ぎだよ。あれ、そうか。じゃあそこに書いてあるのはこれから起こる出来事なんだ。いつでも日記が未来のことまで書けるとは知らなかった。素晴らしい。じゃあこれから先のことを読んでみるね。うんうん。1時3分、犬に噛まれた。2時3分、スキーで滑って怪我をした。これスキーに行かなきゃいいんじゃね。こんなのは嘘だよね。ね。いや、この日記は嘘をつかない。じゃあ僕はどうすればいいの。どうしようもないね。君が災難に遭うのを見るのは辛い。僕は出かけるよ。そんな白状な。ドラえもん。まあそれぐらい必死になるわな。待てよ、家にいればいいんだ。ここなら犬に噛まれないし、スキーで怪我もしない。心配して損した。用心しろ。わー、お客様の犬なのよ。本当に噛まれた。まあ甘神程度でよかった。すごい甘神。この分だとスキーの方も。おい、のび太、スキーに行こうぜ。あ、誘ってくれてる。とんでもない。スキーに行きましょう。しつこいぞ。何もそんな、スキーに誘ったぐらいで。ごめん、ごめん。これには訳が。あ、危ない、危ない。うっかり外へ出ちゃった。家にばかりいないで、スキーでもしてきて。どんだけスキー押すねんな。スキーめったに押さんやろ。スキー、そんな、だってさ、すぐそこでスキーできるわけでもないしさ、外で遊びなさいとかならわかるけど、スキーしてきなさいは言われたことないぞ。嫌だったら嫌だ。その態度は何です。もうすぐ2時なんだ。のび太、子供は体を鍛えなくちゃいかん。スキーに行きなさい。さあ、早く。実
は僕のスキーがどこかに行っちゃって。それなら探してきてやる。困ったな、実は物置にあるんだ。先回りして隠しちゃえ。あ、うわあ！結局スキーで滑って怪我をしちゃったな。あー、スキーのスキーを持ってて転んだからスキーで怪我したってだったことね。痛、あの滑って転んだわけじゃなくてスキーで怪我したんか。12月第2週、言葉遊びやな。今日は暇だな。え、お手伝い、お手伝い、もうお腹いっぱい。これさ、ちょっとさ、これは何があんにやろ。あ、え、どうやってしまった今。え、ドラえもん、え、足、足で締めた。え、今ドラえもんさ、手お腹の上に2本とも乗っけてたのにさ、スーってしまった。え、足、足癖悪いドラちゃん。いや、12月第3週、そう思っとくわ。あの、怖えから。今日はのび太くんどこ行った。これ、これはのび太くんを探せ、のび太くんを探せ、どこにもいない。のび太くんはどこだろう。のび太くんはいない。のび太くんがいないよ。のび太くん、のび太くん、どうせしずかちゃんのところな気がしてきたよ。よよよ、しずかちゃんの家に行ってみるよ。のび太くん、いつもしずかちゃんいない。しずかちゃん家にいないってことは、あとどこ行ってない。あともう空き地しかない。空き地。あ、ジャイアントスネ夫だ。のび太くん知らねえ。え、のび太？家で昼寝でもしてるんじゃねえか。ねえ聞いてよ、僕クリスマスのプレゼントに時計を買ってもらうんだ。シャネルかグッチか。あれ、いない。いないぞ。え、他の部屋にいるってことか。どこ、家のどこにいるの。え、家の中こんなにのび太くん探し回るん初めてなんですけど。のび太くんいない。あ、ママのところかな、台所。ここはいない。え、どこだ。家で昼寝でもしてんじゃねえか。え、ママ台所にいたけど。ねえねえ、いいでしょ、お願いだから。同じことでしょ、どうせ僕がもらうんだから。我慢しなさい、今日は12月22日でしょ。クリスマスプレゼントはクリスマスイブにもらった方が気分が出るから。ローラースケートをもらうことになってるんだ。リッチ、いいな。どうせなら早くもらってうんと使う方が得じゃない。そんな簡単なことがママにはわからないんだから。今日は日曜、いい天気、思いっきり滑ってみたいな。あっという間にクリスマスが来ないかな。え、でもそしたらなんかクリスマスの時に悲しくない。それならいい方法があるよ。タイムマシーン、日付変更カレンダー、タイム手袋とタイムメガネ、これかな。日付変更カレンダー。カレンダーという名のベルトだな。ネジを回すと日付が変わる。例えば12月25日にすればこの付近所だけ25日になる。これでいいの。あ、時計か、時計だ。のび太くん腕時計してる。この辺は25日。そう、25日。ちょっと聞くけど、今日は何日でしょう。何を分かりきったこと。今日は25日。あれ、おい、今日は日曜日じゃなくて水曜日だ。ほんと、22日だと思ったら25日だったわ。クリスマスツリーを飾るの忘れてたわ。あ、もう、事前に飾っとこうよ。いや、そんなことよりも会社じゃね。そうそう、会社があったのね。完全に遅刻だ。
ど実は行っちゃった。まずいな。まあいいや、予定通りやろ。ママプレゼント、あー、日曜に買ってくるはずだったのよ。すっかり忘れてたわ。もう間に合わないわ。悪いけど来年のクリスマスまで待って。え、今から買いに行けばいいじゃん。冗談じゃない。カレンダーを日曜日に戻そう。あら、よく考えたらやっぱり今日は22日だわ。お買い物に行ってきます。いってらっしゃいませ。ただいま。ごめんねパパ、お帰り。今日はやっぱり日曜日だよ。ただいま。お帰りなさい。これまたさ、日付変えてわーってなるじゃん。パパパパマジ災難。クリスマスまでしまっておきましょうね。また25日にする。やっぱり25日。遅刻だ遅刻だ。いいだろう。へえ、クリスマスプレゼントをもらったの。そういえば今日は25日なのに何にももらってないぞ。すぐもらってこよう。用が済んだら元に戻しとかなくちゃダメだよ。そうだね、元に戻しておこう。そーっと押してよ、そーっと。うわあ、あ、お蕎麦屋さん、すみません、弁償します。弁償するお金あるの？プレゼントもらったばかりで何を言うの。お年玉まで待ちなさい。1月1日にする。おい、今日は元旦じゃないか。何も支度してないわ。お供え、締め飾り、落とそう。お年玉くれるだけでいいんだよ。まずいな。あのね、実はね、このカレンダーでね、いたずらにも程があります。あ、説明したらわかるのか。人を騙して。カレンダーを元の22日に戻そう。のび太くんの誕生日に合わせよう。カレンダーを4月1日に、4月1日エイプリルリフ、エイプリルフールにしてなかったことにしよう。なんだ、今日は4月1日じゃないの。それじゃあ騙されても仕方がないわね。後のこと僕知らない知らない。これ結局どうなったの。のび太くんお年玉もらえたの。お蕎麦屋さんのお蕎麦弁償できたの。ちょっと待って、投げっぱなし投げっぱなし、ちゃんとフラグ回収してって。ドラえもん、めっちゃ気になるくない。で、ローラースケートはどうなったの。12月第4週もう投げっぱ。あ、今週はキリがいいのでこの辺でおしまいにします。投げっぱですけど。また来週。